はいどうもピオキングです。今日はですねトロールコースと一発マリオやっていきますか。で今日の一発マリオこのコースなんですけど、土管に入れればクリアですって書いてるんだよね。でも見てこの画面、どうやって入んのあれ。いや入れるんかな。クリア率はね 3% ちょいって結構簡単な部類なんですよ、一発マリオの中では。ただ土管にどうやって入るかだよね。やっぱなんもないよね。どうやって入んだろう。一回走っていってみるね。一回走っていって、いや無理でしょ。どうやって入んだろう。壁キックしたら入れるのかな。多分ギリギリで壁キックすると思うんだよね。でもねその壁キックがめちゃくちゃ難しくて、一マスしかないじゃん。それがねっていうかできないんだよね、壁キックが。多分壁キックで行くんじゃないと思う。じゃあどうやって行くんだろう。やっぱなんもないよね。クリア率 3% 以下でしょこれ。相当難しいよ。それか走ってくるりんしてヒップドロップして上に入るみたいな、それいけそうじゃない。よっしゃ来た。これが正解でしょ。いやーこれは難しい。やっぱさすが川田だね。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次はこのコースやっていきますか。ザ・盤面って書いてるんですけど、これねもうずーっと前からね気になってて、サムネにねなんか可愛らしいキャラクターが3匹いるんですけど、まずねトロールなのかもわかんないんですよね。一応謎解きで検索かけてるからね、多分トロールなんじゃないかなって思うんですけどね。いや絶対トロールだこれは。いや絶対トロール。ちょっと変わったトロールだね。でもどうしたいのこれも。ねえこれどうしたいのこれ。なるほど。あこいつはトロールだねやっぱり。なんでこれ速攻右に行ってこのハテナを叩く、そしてバネ。いやちょっと待って、バネはずるい。じゃあ左に行ってファイヤー取ろっか。いや取れねえの。じゃあ右に行ってこの土管に入ります。右のハテナブロックは罠だったからね。あキノコキノコ。そうでしょ。じゃあ一旦ここ入ってもう一回入ってみる。上って書いてるもんね、すぐ上。あなるほどそういうことね。いや全然なるほどじゃねえ。片一歩だけ出しておかなきゃいけない感じか。やっぱそれぞれさ、あの作ってる国によって全然作り方が違うから面白いよね。ちょっと待って、同じ色で見えない。これうまいな隠し方が。じゃあここは何もしないでよかったのかな。あこういうことだね。そしてここは、いや違うね、避けたね金魚。最近金魚避け率半端ないよね。じゃあここはあのキノコはフェイク、こうそういう感じでしょ。でここはボム兵かなんか出てくる。あれうそ。キノコを取らなきゃいけないのかな。あそれだったら久々にシャイニングスター出しますか。これ下から叩けんのかな。行ってみるよ。はい、あ下から取れるんだね。いや初めて知ったね。全然バトルとかでも行かせてないんですけどね、こういうギミックが知ったところで。じゃあここは右に入れない、ちょっと一旦置こう。なんか危ないんで一旦置こう。ジャンプして右に入る。いや上だね、上に行こう。よしこれでいいんだね。そして何もしない。よしよしよし。で右。待って左、あれファイヤーにパターンじゃないの、危ない。あいやファイヤー取ったら罠だったね、こっちで合ってる。そしてここは多分上入れないパターンでしょう。ファイヤー取っておく一応。罠でしょどうせ。もう罠だって分かってんだよ今の笑いで。いやーいやー。じゃあここは右に走ってすぐ上、多分このドアに入っていい感じだね。オッケーオッケー。そんで鍵はね一応取っておく。鍵取っておいて、鍵ドアに入りたいなー僕。入れてくんないかなー。ねえお願い。うわじゃあどうしようもないね、下降りてやられるパターン。うわ死にたい系の予感がする。これは久々にね腕が鳴るよ。死にたい系か。
ねえ、何ですかこれ。こういう死に耐久求めてないよ。もうちょっと見える死に耐久がいい。なんかスター避けていく感じでしょ、下の。いや違うんだって。ねえみんな、じゃあこれは左だね。ここの土管入っていこう。そんでここは今度こそ取ったらダメなのか。っていうか多分取れないね、あの速さは。でオンオフをして右に行く。これが正解。よっしゃ、危ない。でここはどうしようかな。パウで一旦右に蹴っていいでしょう。いや、このまま右。おお、よしよし。ナイス反射神経。あれね、いや、ここまでは合ってる、絶対合ってる、ここまでは。そして爆発して落ちていきます。ここまでは合ってる、絶対に。そしてこのバネを持ったらいけない。そう、捨てていこう。なんかワンワン降りてきたけど。でここでかぶって、かぶる、一旦叩こっか。叩いてこうする。そしてあれを取る、ファイヤー取ります。いや、これで絶対合ってる。うそ。待って、チビになってこよう。ね、一旦チビになってきたらまだ間に合うんじゃない。最近さ、なんかさっきと違うやんか、なくない？なんか死に耐久も最近なくって、ちょっと寂しいなって思う僕なんですけど、みんなもそう思ってくれてたらね、嬉しいんですけどね。じゃあここはそこを壊さなきゃいけなかったね。でここもそこ走っていく。なんか落ちそうだもん。合ってたね。でこれは、うわ、なんだ、うわー、壊される絶対壊されると思った。何があんのよ、下に。なるほど、オープンブロックがあんのね。アムロ、いきまーす。じゃあここはもう早く行かないけん感じだね。こうダッシュしてここも走っていこう。多分これで次のステージ進めるよね。そんで右に走っていこう。うわ、危ない気がする。今日結構避けるね。なんか最近もトロキング、いやトロールキングのもう称号を得てもいいんじゃないかなって思うんですよね。でここはもう一回ドアに入る感じですかね、ここ。いや絶対そうだ。こっちは何何これ、どうすりゃいいの。何この死に耐久、こんなの死に耐久じゃない。何個もキノコが出てくるパターンでしょ。そしてここはもう一回ドアに入るんだったね。じゃあ絶対こうだよね、合ってる。でキノコー、キノコじゃない。あれ、え、ファイヤー取らないけんのやない。え、ずるい、その騙し方ずるいよ。え、ファイヤーをどうすればいいのじゃ。いや、マジでわかんない、ここが。あれ取ったらもう何もないもんね。こっちにも何もないでしょ。もう一回ドア入るよ。こっちで絶対なんかあると思う。これは何、ここ怪しくない。うわ、何もないの、嘘でしょ。下行ったらね、隠しブロックが出てきて、もう一回やられるもんね。うわ、どうしよう。ここ取って、やっぱ上に上がれないよね。やっぱこのままね、やられるだけなんだよな。ここ最難関だね。めちゃくちゃ難しいね、ここ。それかここでなんか変わってるのかな。こっからなんか変わってたらいいんだけど、いやどうなんだろうね。あれ、今見た、赤土管入ってまたここに来たんだけど。さっきやられてよかったんじゃない。今やられてよくて右に行けみたいな、その左の土管じゃないで。うわ、絶対そうでしょ。だって一旦ここでやられよ。そして鍵ドアの方に行ってみよう。いや絶対それで合ってると思う。なんで今一回やられたんで、このまんま右だね。こっち、ほら、ピンポン言われた。で、オンオフして鍵ドア、よっしゃ。これが正解か。うわえ、このまま右でいいの。あ、よかったよかった。またさっきのね、やり直ししなきゃいけないと思ったんですけど、ここはジャンプしておけよ。で、このまま右、あ、だからこれすぐ右行こうね。こんな感じで右行って、そして、あ、キノコが降ってきたね。うわ、ずる、キノコ取らないけんパターン。いや期待させんな。だからあのキノコフェイクだね。キノコフェイクでこのまま上に行って右、そうで、こっちが開く。よし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 、このここに置こう。
ここにおこじゃねえ、ここにおろ。そしてこれは蹴っていい、きっと蹴っていい、いけるはず。なんでそれじゃあここ壁絞ったらダメだったね。でこのまま右に行こうか。でパワーブロックを持つでしょ。パワーブロック持ってこの子を倒す。で何かが出る前にすぐ右に行く。あそこからバネとか出てくるかもしんないからね。そんで、あ、ここでメットいるパターン、もしかして。あ、そういう感じっぽいね。だからここでパワーブロックを持ってこの子を移動させる。あ、なるほど。そしてこのメットをかぶって倒すと。いや、これで合ってる。そんで上のね、このブロックは壊せるんでしょう。うわ、よく考えられてんね、ほんとここね。もうこういう風に左にジャンプしたらいけないからこっちでジャンプ、オッケー。そんでもうそろそろゴールがあってもいいんじゃないかな。これは、え、1キャップ、え、これは、じゃあこれも、じゃあここゴールじゃないの、怪しくない、ここ降ります。いや大丈夫大丈夫え、大丈夫やん、ここ、あ、いやだから期待させんだって。それじゃここは一回ちくわ落とすね。あー、多分そんな感じだね。そしてパワーブロックを発動させてドッスン倒す。よし完璧で、うわ、どうしよう、右下足場ある、あれ足場ないね。なんで、あれ、乗っていこう、乗っていって、どうしよう、左右上行くね、花ちゃんのとこ行けると信じよう、オッケー。そんでキノコになってこのちくわブロックに乗って上のこのドア入る感じでしょう。うわ、もうそろそろマジでゴールだよ。ほら来た、絶対ゴールじゃんか。うわ、どっちに行く、こっちは、いや、こっち絶対違うよね。あ、この月を取ったら倒せる感じでしょう。行け、うそ絶対こっちなんかあると思うやん。嘘、左が正解だったのか。ここはもうあいつを取らんで、あの悪魔の月は取らんで、この土管でいいはず。そしてどうしよう、何もしないで大丈夫、何もしないで大丈夫、何もしないで大丈夫やだ、どうなるのこの先、どうする、え、何これ、え、何この死に耐久、うわ、めんどくせえすげえめんどくせえやつじゃないの、これ。一旦右の扉入って、あ、やっぱそういうやつよね、このカキボに多分やられない、いけない、うまい具合にいや待って、こういうのじゃないんだって、死に耐久求めてるのなあ、違うんだって。いや、よし、上に来たらこっちのもんだねじゃあ右押しっぱでいこう。じゃあここの土管入って右押しっぱ、これでゴールだね。いや絶対ゴール、頼むよ、あはははは、違うの。じゃあここの土管入ったら左押しっぱ、頼むよ、音符来ないでよ、よし、でこのまま右に行こうやった。いや、このコースもね、あまり見ない感じのトロールで非常に楽しかったですね。それじゃあ今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。